皆さんこんにちは。森崎ありしです。はい、2日目に続けて同じような感じの動画を撮っております。えっと、前回はあの生理中のダイエットどうしたらいいの？っていう動画を撮ったんですけれども、えっと今回私今4日目。 この動画出すす日日は多分4日目になってると思うんですけどもうそろそろあの活動を始めようかなと思います。で、えっと、マンスリーダイエットをしようかなと思ってっていうのはあのリセットしなきゃいけない今のこの体の状態をリセットしなきゃいけないっていう部分で私いろいろね筋肉量だったりとか体脂肪だったり内臓脂肪だったりあ、まあ、測定をねしてきたんですけど。 あの内臓脂肪がすすごく多かったんですよ筋肉量とかもあったんですけど内臓脂肪が本当にすごく多くてあんまりこう良くない自分でもこう疾患的に良くないなと思ったので内臓脂肪を落とすために何をしようと思ってちょっとあまり野菜とかも外で、まあ、コンビニとかで買う分にはできるんだけど、まあ、自炊とかあのダイエットとかの分に含めてちょっといろいろ考えてこちらを 食べることにしましたブロッコリースーパースプラウト皆さん聞いたことあると思うんですけどあのー、まあ、言うならば貝割れみたいな感じですでも貝割れとね実は効能が違って貝割,、まあ、割れとあんまり変わらないみたいなんですけどちょっとね部分的な効能が違うみたいなのであのできるだけブロッコリースプラウトをみんな探した方がいいと思います貝割れしかないところもあると思うんだけど貝割れじゃなくてブロッコリースプラウト ててみてください、はい、でブロッコリースプラウトはですね何がいいかって3日に1回あ2回だった <laughs> 3日に1回のペースですね 20g 取ればいいんだそうですなのでこれがえっ、ー、と 50g 入ってるのであの本当にこれ1週間持ちますね全然1回3日に1回だから本当に1週間全然これで1週間分ですだから何て言うんだうえっ、ー、とこれ1日 これ1日みたいな感じで、まあ、3日に1回だから1週間ちょい分入ってる感じでこれで220円ぐらいだったんですけどあの私自分で本当はね育てようと思ったんですけどうちそのワンルームなので育てる場所がないので毎回ちょっと買おうかなと思います、はい、でも3日に1回のペースで食べててもさこれ1週間持つから。 えっと、もう本当に1ヶ月1,000円もかからないぐらいで食べれちゃうのでいいかなと思ってまああのそうですねでも本当にねハマるんですよねこれちょっと食べたんだけどこの間でかけんさんとねブロッコリースプラウトの話をめっちゃしててですごい痩せるんだよっていう話をしててでお肉ともめっちゃ合うしでお肉は本当とたんぱく質だからこれ一緒にたんぱく質食べて炭水化物を取らなければ そんな体重は増えないと思うしあと私が今つけたいのは筋肉なのでタンパク質と一緒に摂取しようかなと思ってこれからちょっと盛り上げ試してみようかなと思いますあんまり結構ね体調最近崩しやすかったのでちょっとね、あのー、そんな無理しない程度に私痩せますとかってそんなダイエットではなくて普通にマンスリーダイエットでちょっとあのブロッコリースプラウトを1か月試してみようかなっていうあの検証ダイエットになります。 でででこれだけ食べるとかではないですあの前回の検証ダイエットみたいに1週間何々だけ食べるとかではなくてあの普通の食べ物にちょっと気をつけて管理をしながらブロッコリースプラウトを加えて食べていくっていう形にしたいと思いますこれでどのぐらい減るんだろうねでもなんかこの間テレビでもやってたみたいでブロッコリースプラウトなんかすごい売り切れだったんですけどここをなんか私の近所のスーパーでめっちゃ売っててでこの。 なんだろう買い割れみたいな箱版とこのちょっとお高めな箱版があってなんかあ,のあんまり洗わなくても済むって書いてあったしちょっとこうやって動画で紹介するんだったらあのちょっとお高めの方買っとこうと思ってこれ買ったんですけど普通のだったら140円ぐらいで売ってましたこういうこういう箱の方買い割れと同じ箱の方はなのでそんなにあの週にあの200円ぐらい約200円ぐらいであの食べれるので。 全然お得だと思いますあの育てられる方はほんと育ててね目からこう育ててずっとボーボーこうはやしっぱで <laughs> あのずっと食べ放題な日々が続くと思うのででも本当これねめっちゃハマるんですよ味,味が。なんかね苦いけど ちょっとフルーティーな味もしたりとかしてタンパク質と一緒にね摂取したりとかするとめっちゃ相性いいと思うのでぜひ食べてみてくださいはいでなんでこのブロッコリースプラウトがまず痩せるのっていうとこなんだけどセルフォラファンっていう成分があるんですよでそれにすごくあの ダイエット効果があるみたいで,でダイエットの基本となる部分が肝臓なんだってだから内臓脂肪が多い私にとって肝臓あとお酒がすごく好きだったのでお酒がやっぱり好きな人なので肝臓は一番ダイエットにあの 悪いといとうか肝臓を一番気をつけなきゃいけないのにお酒を飲んでるから痩せないっていう部分もあったりとかしてなので私お酒今一切飲んでないんですけどあのまあ飲む時は飲んでますけどねでもちゃんと気をつけて飲んでるんですけどブロッコリーとブロッコリースプラウトは目なのでこれねあのブロッコリーでもいいんだそうですであの。っていうのはその結局成分が含まれてるのがブロッコリーだったりブロッコリースプラウトみたいなのであのこれはめっちゃ。 効果があるらしいです。えっと一番いい食べ方は生で食べるのが一番いいらしいです。これねあのー、洗って普通に生で お肉とね、おに焼いたお肉と一緒に食べたりとかタンパク質とかと本当にあに油とかと摂取すると一番効能がよく効くらしい。はい、ということでブロッコリースプラウトを食べるだけ動画っていうシュールなモリマリももしかしたら <laughs> 出すかもしれないしまあどういう動画になるかはちょっとよくわからないんですけどでもとりあえずブロッコリースプラウトダイエット始めるよっていうあのなんだちまちましたダイエットを始めます。なのであの本当に 本気痩せとかそういうものでは本当になくて、あの一ヶ月のまあマンスリー検証で内臓脂肪を本当に今下げたいので体にいい痩せ方をしたいなと思います。ということで盛り上がりでした。今日はブロッコリースプラウト始めるよっていう動画でした。バイバーイ。ツイッターインスタのグラムの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。